源のためとも琉球に流れ着いた息子の春天は中山王になった。これが歴史の真実、これが歴史の真実。中山年間には九州から来た人が琉球の先祖となったと書いてある。これが歴史の真実、これが歴史の真実。源のため友が琉球に来て、息子の春天が中山を